ここんんんにちは、こんばんは。おはばおようございます。坂口希です。坂口で昨日これをあげたんですけれど1回目がちょっとはぶりっこしすぎたと思って速攻で2回目をとってものすごく低い声で始めてみたんですけどそしたらそれが全然良くなかったので消そうかなと今思っています。ちょっとあの、 なんか低い声で喋った方がいいのかなとか言って話し始めたんだけどラジオってやっぱりこの毎回「こんにちは」と同じトーンで始まるっていうのが安心感があるものだと思うんですよねだから突然「こんにちは」とか言っても全然よくないじゃんと思ってこれはやめたた方がいいいと思いましただし別に普通に喋っただけじゃないそんなにぶりっ子じゃないよ 多分と思ってまあもうこれ仕方ない開き直ろうということであのー、もうあの消す消すわだしいろいろうまくしゃべれなかった勢いでやりすぎたっていうところもあるなと思ったのであの一回あの分かんないあとで消そうかななんて思っています。そんな感じであの始めました ななんだろうなんかあのやっぱりねいちいちかしこまりすぎもよくないけどいちいち低い声でしゃべろうみたいなのも全然別に良くないなと思ってあの普通にやろうと思いました普通が変なのはしょうがない自分にとっての普通が客観的に見たら変だったということはもうしょうがない直しようがないですからねこればっかりはこればっかりはしょうがないと思いましたなのであの。 あ、今日も鼻が詰まってるから鼻ブレスなのは変わりません鼻が詰まってるわけじゃないただ鼻が腫れてるんでしょうね今日は雨がポンポン降っているんですがそれなのに鼻は治らないから悪くなっちゃったんでしょうね耳鼻科に行きましょうねそうですね雨の音が入ってるすごい雨の音だね しっっかり入っていまであの昨日夜インスタグラムでなんかお話だったりなんかありますかって送ったんですけどいつもよりみんなかしこまっていてその私いつもインスタでいろいろ募集したらそれに答えでウって言って喋ってるやつをよくイン,あのインスタライブでやってたんだけど。 その時より皆さんかしこまってていいただいてあのきちんと何て言うのかな <laughs> すごいかい感じでみんな丁寧に送ってくれてありがとうございますなんか何に触れさせてもらおうかなと思ったんだけどそうだな例えば例えば1個「新社会人です。初対面で名前呼び捨てとかタメ口にするのが苦手で」。 距離感の縮め方が難しいですっていうのが書いてくれていたんですけれど初対面で名前呼び捨てとかタメ口にする必要なくないですかって思うんだけどどうですか距離感の縮め方が難しくて苦手なのは私もそうでなんかこう全然名前呼んだりとかできないんですよね。 結構時間がかかるし結構何年も名前呼べない人とかもいるんだけどでも初対面でいきなり名前呼び捨てとかタメ口にする会社ってどん結構ハードル高くないですか難かそんなことしなくていいと思うんだけど周りの人がそうやってしてるのかなでもまあ確かにできる人いるよねでも全然してくれなくてもいいな そんなこと人によるよるねだって確かにみんな呼び捨てとかすごいなと思ったことあるけどいいんじゃないしなくてもって思うけど確かにね距離やたら縮めるの得意な人いるけどでもさなんかさみんなと均等に仲良くしようと思うと確かに。 そういういいいいい感じにししないといけななとけけかもしれないけどたった一人だけ仲良くなれる人とかがいたらその人だけタメ口にするとかなんだろうそういうのだけで全然心の支えになるる気がするみんなとこう仲良くしようとしてみんなとタメ口でこうワイワイと呼び捨てにして「イエーイ!」の中に入ろうと思うとちょっと。 浮くよね浮くっていうか私はそういう時にすごい浮いててこう多分うまく中に入れないなって思ってたタイプだからでもたった一人同じようにその呼び捨てできなかったりタメ口苦手っていう人がさいたらいいよねなんかみんながそういうのが得意な会社の雰囲気だとかだとやっぱりちょっとなんだろう緊張しますよね難しい確かに。でもも距離感を一気に縮められてもさ うわ一気に来たなななってなならないやっぱ自分がそういうのが思うそうやって思うから人にもできなかったりうれ、まあ、しさはあるけどね多少急にタメ口にしてくれたり年下の子がすごいやっぱ突然タメ口で喋ってくれたりとかするのもちょっと嬉しかったりとかってあるんだけど確かに。 まあ確かに確かに確かにちょっと口癖なんだけどまあでもいいんじゃないかできなくてもって思うけどねうん。なんて偉そうなことは言っちゃって何様かしらね本当にあっとっと服がガサガサ言いますわ偉そうに何様だお前は本当にさ何か,かこのやっぱ質問 を募集したから質問っていうとなんかきーちゃんがこう偉そうに「それはだね」みたいな「こうやって解決したらいいんです」みたいなのを言うような感じになってしまってごめんねなんかそういうのはやばい偉すう,うんそうね難しいですねもう 最近仕事で後輩ができて先輩っぽい態度が取れないですごめんばっか言っちゃうこれも全然良くないこれも全然いいよねこれってだってさなんか向き不向きがあるじゃんだって先輩っぽい態度が取れる人って取るの得意な人でしょ取れない人は取れない人でいいじゃん先輩っぽい先輩がみんな先輩っぽい態度取らなきゃいけないってなったらめちゃめちゃしんどくないか なんんんかかごめんばっか言っちゃゃう別にいいじゃん強い後輩なのかなその子が結構なんかやっぱそれも合う合わないがあるじゃんなんか合う後輩の子だったら普通にこう同じペースで会話できたりするけど全然違うタイプの後輩だとなんか「あごめんごめんねあなんかごめん」みたいになっちゃうのも別にいいじゃないその子と仲良くならなくたってと思うしねいいんじゃないの 全部そんな感じのいいんじゃない別にみなちゃんかもしれないんだけどアホ <laughs> すぎる <laughs> なんかじゃあもう一個 <laughs> 好きなように生きてきたはずなのに自分には何にもない周りより何本も遅れている気がして苦しいです好きなように生きてきたならいいじゃないかと思う。 好きなように生きてきたならいいじゃないかいいじゃないそれでそうよそれでいいじゃないそれしか私言えることがないかも何本も遅れているいいじゃないそれも人それぞれじゃないペースが 遅れているそれそもそも言ったらなるべく人と比べない方がいいよね自分のペースでとか言うけどでもまあ人と比べてしまうのはしょうがないと思う比べてしまうよねでも遅れているってないんじゃない別に自分が進んでると思う方がやばくないみんなより何歩も進んでるんだけどって思ってる人の方がよっぽどやばいでしょ。なんか だし嫌いなことばっかりやってきてねっていうより全然胸を張れてるでしょこれきっとねっていうことだと思うないいじゃない何本も遅れてる気が遅れてる感じするよねでもみんなそんなもんでは私進んでるわみたいな方が怖いって絶対うんと そうだこんな質問にこれさ普通にインスタグラムでやればいいねなんかねなんでこれわざわざラジオでやってんだろうねごめんね頭がアハハ,ハだねまあいいかインスタグラムでもやりつつなんかここでもやりつつにしようかねそんな感じまた気が向いたら答えますキサちゃんの好きな食べ物知りたいです本当に知りたいか食べ物。 本当に知りたいか私の好きな食べ物嫌いなものは何もないんだ好きな食べ物はあんこが好きかな最近はあんこがいいよあんこが好きそうだねあとやっぱり例えば飲みに行ったら焼き鳥が昔っから好きなのとでもなんか最近焼き豚の方が好きかもって頭が好きなんだけど 焼きトンが好きかもあとやっぱ刺身とかを食べるのが好きかな魚介類を食べに行くのが好きかな結構そうねお寿司とかも好きあ結構話せた意外とあと唐揚げが好き揚げてるもの大体うまいのはあるかなあとはそうだなでもなんかあの中華とか行った時に 絶対私は酢豚とか食べたいのねあの酸味も大好きだから酢豚とかなんかガンってきたなん,なんだっけあれ油淋鶏とかああいうのが食べたいのよ揚げてる肉系で空心菜とかあれ何のために食べるのかマジで分かんないんだけどあれって空心菜って高すぎないなんか1,000円くらいするじゃんあんなさ豆苗みたいなもんですよ100円くらいのもんじゃないのと思ってあれは。 あれ何ののために食べんのしかも塩味じゃんあれってなんかもっとガツンってくる甘辛酢みたいなのが好きなんだよねだからいつも空心菜みんな頼むからあっクウオケーってなるけど特別空心菜が食べたいと思って頼んだことは私はありません私はユーリンチーとかエビチリとかがいいな あとは春巻ききが大好きだから春巻き意外と好きな食べ物でめちゃめちゃ喋れるやばい油淋鶏とか唐揚げ春巻きあんだんごギもそうだよそう餃子にはまりすぎて先月くらいてか激辛のあのたれみたいなのをアメ横のなんか地下にさアジアンマーケットみたいな。 やばいところがあってそこなんか本当に豚の頭とか置いてる感じのやばい魚魚がお腹がめっちゃ鳴ってるんですけど、うん、なんかそういうやばい魚を置いてるところがあって本当にあのあ何？中国韓国タイインドのなんか香辛料とかあとさ魚あと私が普通に。 あのいつも拾ってる貝が食べ物として売ってて「これ食べるの貝」みたいなやつがすごい置いてあってうわうわうわっていうあのものすごい「あの臭いよ!」っていう感じの地下があってその臭さがエスニックでいいねってなってそこでなんか美味しそうな,なんだろう中華のなんか辛いやつを買ったのね。そしたらそうすごい辛くて 1>, 1日目は本当小さじ0.5くらいでもう胃痛に苦しいんだのこれは痛いなやばいなと思ってたんだけど毎日食べてるうちに大さじ2杯くらいそれを食べるようになっちゃってどん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 そのそれを食べるために食べ物を食べるみたいになっちゃったのねだからそのためにそのソースをかけるために餃子とか春巻きとかってなったらどんどん太っちゃって。 これはダメだこういう食べ物があるから私は太るんだと思ってそのソースを捨てたごめんなさいね食べ物を無駄にして良くないと思う食べ物は基本的に全部食べるよ私はどこのお店に行っても食べ物は絶対に残しませんうわ多いなっていう量も絶対に完食するんだけどだし残してる人の分まで食べるくらい食べるんだけどちょっとあのソースが。 家にあると激太りするということであのちょっとでもまあもうだいぶ食べてたんだけどねちょっと手放し手放しとか言っていい言い方してるけどただただしてましたゴミ箱に車がピューンなんかああいう依存性の強い食べ物ダメだねタバスコとかもそうなんだけどなんかストレスとか なんだろうものすごい食べちゃう時ってとにかく辛いものから入るんだよね激辛を食べ始めてそっから抜け出せなくなってってもうどん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 辛いのをもうずっと食べたいみたいになっちゃうから辛いものにはまり始めたら要注意だと思っててハバネーロとかにはまってた時はひたすらピザもう毎日ハバネーロをかけるためにピザを買うみたいな感じで。 これは良くないってなってその中華のソースも結構隠してたの冷蔵庫の奥の奥の方にしまってその手前につまんないオートミールとかどうでもいいなんかテンション上がらないものを置いて隠してでもダメあの入ってんだから冷蔵庫に結局そこを引っ張り出しちゃうでしょ。 そんで食べてしまうんだよだから家にそういうものを置かないっていうのが大事よねと思って今は買わないようにしてるそんな感じかな好きな食べ物めっちゃ喋るじゃんっていうお腹ずっと鳴り続けてるの聞こえますかお腹減らしダイエットをしてるんですよお腹減らし筋肉ムキムキーちゃんになろうとしてるわけなんですけど 筋トレ1週間くらいちゃんとしてないだからもうムキムキーちゃんにはなれません全然なれませんこれじゃあムキムキーちゃんにはなれないわ全然ボヨボヨんちゃんになっちゃうボヨボヨんちゃんになりたくないねでもでもやっぱこう何て言うんですかこう浮き輪な浮き輪肉っていうの,あのお腹の肉っていうのは取れなくなったね本当に。 なんか昔すごい痩せてたからウエストめちゃめちゃ細かったのねうわ自分でもうわエグ細っと思ってたんだけどなんか今にそれの2倍ぐらいあるんじゃないかなって思うもんねびっくりですでもきっと鍛えれば減るんでしょっていう希望を捨ててないのよ私はきっとこれはなんかムキムキちゃんにさえなればへこむんだろって思って。 やってるんですよやってないんだけどやってなかったでしたやってたのは1週間半前でしたやってなかったなんかあのワンマンをやるときに写真を撮ってもらったのねそのときに「いやこれじゃ激太りキイちゃんだからちょっと落とそうちょっと絞るぞ」と思ってムキムキーちゃんを始めたのね 写真撮り終わったらさもうムキムキーちゃんでいる必要がなくなっちゃって、まあ、そんなことはない常にムキムキーちゃんの方がいいんですがついねピザ食べちゃうよねって感じそんな感じかなおっと,とおっとっとポリポリ。 ちなみに私最近さあの暗い髪の毛の色のボブになってるんですけどバイクがブーンあの私これブリーチしたんですよこの間前頭ブリーチしてしかも1年ぶりくらいにマジであの久しぶりにガンガンにバキバキに抜いてマキンキンにしてもらったわけよで一回あのいつも通り の色を入れたら全然似合わなくてあれなんかあれなんか似合わないってなってあの年々やっっぱり似合うものが変わってんだよね前髪切ったのもあってあ似合わないってなってドーンと暗いのを入れてほしいって言ってもう一回更に上にドーンって暗いのを入れたら全然落ちなくて全然ブリーチしたい意味ないみたいな感じに今なっててショックです。 もうちょっと明るくしたかったんだけどドーンって暗くなったまんま落ちないんだだからプールとか行って「あの落ちました落ちち,ゃ落ちちゃったんですよ」っていう中高生の言い訳みたいなやつを言い訳じゃないそれを信じてプールに行ったりしていますでもプールに行っても落ちないねあんまり落ちる時もあるんだけどあの銭湯とかのリンスインシャンプーを。 つけたりするると落ちるかもねあの激安って感じの薄めてある感じのリンスインシャンプーとかをつけたら落ちるかな痛むだけかなまあいいんだまあいいんですでも明るい髪の毛の色にしたいししたかった。 したいんだけどでももうブリッジしてるからこれ以上できないよねもう一回したらだってもう私毛先もうすでに2回してるし3回りはやちょっとしんどいちぎれきいちゃんにちぎれーちゃんになっちゃうちぎれーちゃんおっとちょっとガサゴソしますよちょっとすいませんねちょっとおっとっと一旦ガサゴソして。 お腹などをなでなでしたりなどして話すことなくなりましたでもなんかさ一定一定時間っていうんですか一定時間あった方が聞いてて楽じゃないですかあ外を歩いている人が聞こえないね今おばさんが喋ってた外で壁が薄いのかな 窓が雑魚いのかな古い家なんですよ本当にだから音がすごい入るんだよねこの話したっけしてないよね防音した方がいいねうちって思ったんだけどさ防音してないんですよね雨めっちゃ降るな今日このさこのラジオさなんかやりすぎだと思う品なんていうの なんか1週間に1回とかやったらいいかなとか思ってたのになんか楽しい1人で喋るのだしなんか適当に喋ってプーンって押せばしゃべれるしと思ったら押してしまうねなんかまあ一回垂れ流しておけばお腹なかお腹の音聞かせてあげよう 聞こえないね、マイクに近づけたたら聞聞聞こここえええるるかなあマイクじゃないあのお腹の音を一時期録音してたことあってそういえばあのボイスメモでいろんな音を取って集めてた時期があるのね効果音に使おうと思ってそのいろんな音のを録音してたのでその時にやっぱそのなんだろうな雷の音とか。 その歩いてる子供の音とかそういう気になる音はもちろん車ブーンとるんだけどそういうのと一緒にお腹がめっちゃ胃腸炎だった時かなとかにお腹がグーグーガー,ガーって言うからそれを取ったりとかしてたけどマジで使い道がなくて何にも使えませんでしたなんか本当に使えたことがないねでもあのあれ「スロープ・オーバー・ザ・レインボー」っていう曲は結構それを使ってるかな 使ってると思うなんかカラオケの登頂,なん頭頂っていうのカラオケしてる人の登頂と自分が普通にそのそなんだろういる場所の会話をずっと回してってこっそりボイスメモででこうなんていうのブ名前呼ばれた時に「はい」って言って返事した時の音を使ったりとかあとなんだろうそういうのはいろいろ入れてんだよね。だああれれなんだっけあれ 冒頭カラオケしてる人そうねカラオケしてるおっさんの声が入っててそうねそういうのはよくやってたいろんな音をとってただお腹の音は全然使えないんだよね聞いてても誰も気持ちよくないからね嫌な音っていうかあまた塗ってるいいね胃腸が動いてるっていうのはこうお腹空いてるわけじゃないのよいい感じにこうあ,のあれですよ あのファスティング的なあれの胃腸の動きですもうおなかぐるぐるおなかぐるぐるジオおなかおなかおなかぐるぐるラジオです聞こえないねつまんないこと言っちゃっためちゃめちゃ面白くないあぶつかっちゃったしねつまんないことまで言っちゃったしぶつかっちゃったし車もブンブン通るし 今日日何曜日水曜日なんだへえそっかじゃあ平日だから子供はまだ学校に行ってる時間うち学校が近くにあるから朝とか帰りとか子供の声がすごい入るのねそれが結構可愛くてなんだろうなんか多分ねすごいいい子たちっていうかものすごい可愛いのそのとこの小学校の子たちが。なんかかいいというかなんか 今時こんなにみんなみんなそうなのかな子供もは子供が結構好きっていうのもあるんだけど純粋というかなんか「え可かわいい」と思ってグリコとかしながら帰ってて「令和だよ」「令和に子供グリコすんのかい」と思って「いいなあかわいいなあ」って思うなんか渋い曲とか歌ってんだよ帰り道に。 全然今風の曲っていうよりなんか本当にね「北風小僧の勘太郎」とか歌ってたりとかしてそんな渋い歌歌うって思ってかわいいって思っちゃうだってそれ平成っていうか昭和ではないかでも私とかが歌ってたやつだぞって思わないちょっとびっくりしちゃうよねほんと可愛くて。 まそんな感じかななんかいっぱい喋っちゃったねもうそろそろやめにしようじゃまたなんか気軽に喋りますなんでもお話したり適当に流して聞いてくださいねどうもありがとうございましたバイバーイ